この世にはね、不思議なことなど何一つないのだよ、関口君。驚異のベストセラー百鬼夜行シリーズの最高傑作が待望のアニメ化。怪しくも美しい怪奇事件が複雑に絡み合う超絶ミステリー、魍魎の箱。それでは、ご紹介いたしましょう。アニメ魍魎の箱で京極堂役を演じてらっしゃいます声優の平田博明さんです。どうもこんにちは、お招きありがとうございます。平田です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストは平田博明さん。アニメ魍魎の箱で主人公の京極堂を演じられています。原作は京極夏彦の百鬼夜行シリーズで最高傑作と名高い作品。戦後間もない東京を舞台に、つきもの落としの京極堂が妖怪に関連する怪奇事件を解決していく。箱詰めの死体、バラバラ殺人、奇妙な宗教、怪しげな研究所などの複雑に絡み合う謎が、京極堂ら登場人物によって緻密な論理で解決されていく。京極堂はそのどんなキャラなんですか？あのね、陰陽師なんですよ。あーとお分かりになりますか？はい、あの映画になってたりしますよね。こういう感じの。そういう感じの。で、彼は陰陽師でもあり、古い本屋の、店主でもあり、あとは神社の神主さんでもある。あれもなんだかよくわからない人なんですけども、つきもの落としということをやっておりまして、どうもそっちの方の世界に長けているということで、自分から一切まで出歩かないで、もう書斎の机に座ったまんま偉そうに語っているだけの、言葉でこういろんなものを解体していって謎をこう解き明かしていくみたいな。そうですね、そういう役がね。その京極堂役っていうのは演じやすかったですか？安くないです。力いっぱい言われましたよ。安くないですか？安くないですね。はい、なかなかこう感情でこうぶわっと発散してできるような役ではないので、もちろんあの京極堂という人間としてそこにいなくてはいけないんですけども、主な仕事が説明です。ただ普通に説明をするだけではなく、京極堂としてそこにいるというのは非常に難しかったですね。アクティブでにこうね、こう外に出て行って、そうそう、叫んだり泣いたりとかないですもんね。ないですからね。5本目からの登場なんですけれども、はい、主役なのに出てきた途端に第6話が30分間一切机から立たずに男3人、はいはい、これアニメスタッフは楽だったんじゃないかな。ほら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 、背景変わんないですもんね。一切動かずにおっさん3人で30分、翌週まで待たれちゃったから相当長い時間。そうですよね。これはあの監督もおっしゃってましたけど、画期的なことをやりました。そうですよね、マージャンアニメでもまだパイありますもんね。パイありますからね。水溶岩がちょっと映ったぐらいですね。平田さんをはじめ主要キャストはベテランの方々が集うアフレコ現場。制作陣とのコミュニケーションもバッチリなようですよ。あの音響監督がとても愉快な方で、あの知る人ぞ知るというか業界で有名な方、はい、もうダメ出しがおかしくてしょうがないんです、はい、あの森川さん、はい、そこの芝居から炭水化物を 2g 減らした芝居にしてください。あの当の本人、はい、森川君、はい、はい、分かるんだ。森川に通じるんだ。すごいっすね。俺にはダメだよ、そういうダメ出ししちゃう。そうですよね、炭水化物 2g 減らした芝居をやれって言われたら、うん、確かに減ってる。確かに減ってるんすか。え、じゃあ平田さんもなんかそういうダメ出し受けました？僕はあの、もうそういうダメ、そういうのはダメ。分かんない、分かんない。そういうのダメって分かりやすく言って。分かりやすく言ってって言ったら分かりやすくは言ってくれるんですね。じゃあもうそう言いたいだけだ。人の方がね面白い。面白い。緊張もしつつも、でも楽しい現場でね、はいはい、でみんなやっぱりのめり込んでましたね、あのこの作品に、はい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 、だからあのすごくいい緊張感があった現場だったと思いますね。アニメ魍魎の箱は現在 DVD そしてブルーレイディスクが好評発売中。ブルーレイの方は画質がいいのはもちろんですが、気になる特典の方もこちらのみの特別な特典が収録されるそうです。ぜひこちらもお買い求めください。さらに舞台俳優としても活躍する平田さん、
彼が出演される舞台も間もなく公演されるそう。平田さんの渋い演技をぜひ間近で感じてみては。舞台の魅力ってどんなところにありますか？舞台の魅力はですね、やり直しが効かないっていうところかな。悪く言っちゃうとやり逃げができちゃうっていうところなんですけど、一回一回が全てですし、で毎回毎回ベスト、もちろん気持ちの上ではベストは尽くすんですけれども、何が起こるかわからないってイレギュラーなことがいっぱい起こるじゃないですか。非常にワクワクしますし、お客さんの反応がやっぱりダイレクトに来るっていうのは非常に勇気づけられますよね。でどんなに同じことを繰り返そうと思っても同じ舞台というのは二度ないですからね。一生舞台にこう立ち続けようと思います。それはわかります。それはわかります。それは僕も変なこと言ってます。いやまだでもここまでやったら合格とかゴールとかっていうのはない世界、まあもちろん声優の世界でも、はい、芸事はみんなそうでしょうけど、はい、歌なんか特にそうですから、はい、やめるつもりも多分ないでしょうけど、体の続く限り、はい、大事ですね。それでは最後にファンの方々へメッセージをお願いいたします。はい、今回この毛量の箱というとてつもない作品に関わらせていただいて、すごく勉強にもなりましたし、京極作品の魅力に取りつかれました。皆さんぜひこの作品見てどっぷり使っていただきたい。またアニメから、はい、これブルーレイでも DVD でもご覧になって、そこからまた京極先生の本の世界に入っていっても楽しいかと思います。ぜひこれは本当にスタッフキャスト すごく力を入れて作った作品だっていうのはスタッフの言葉からも伝わってきますので、ぜひ楽しみにご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回のアニパラへようこそは声優の平田博明さんをお招きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。